あ、どうも。あ、どうも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 。今日はアナログが出るという日だね。あー、92年に作った Want to Love。 92年か、20代の時作ったんだ、これ。そうだよ。俺はなんか32になる。そうだね。うん、アナログっすか。うん、この前、このアナログのさ、インタビューを森内さんから受けたんですよ。うん、あ、そう。うん、なんでこのサマーオブラブをね、うん、ナンバーファイブの1曲目にしなかったのっつって、あ、なんかパワーステーションで配ってる場合じゃないでしょ、うん、これがあの時代の息吹だったし、これが新しくなったコレクターズだったし、うん、こんなマンチェの影響も受けてるし、全てがよかった。なんでこんなタイミング悪く、うん、みんなにあげちゃったかなっつって、うん、またお叱りを受けましたね。なるほどね、うん、リーダーそういうのちっとも変わってないよねまた言われちゃう。そうね、うん、まあグラブ返せばそれぐらいサンマーオブラブが良かったってことなんですけど。そうだね、うん、それがアナログになるんですもん。あれがさ、うん、あのダブマスターがやったやつあるじゃん。ある。あれはもう一回出してもいいけどね。ああ、あれも良かったね。ちょうどそういうハウス的なものが流行ってたからね、うん、リミックスとかね。あれなんか聞くと結構好きだな。うん、時代を超えて今いいよね。あれ浅本君が弾いてんだよね。そうそうそう、浅本君が弾いてるから。うん、でも孝太郎君のインストバージョンの方が嫌いだよ、うん、いいでしょ。あれビジュアルでも予感させるでしょ、すでにシャークサウンドね、あれかっこよかったよなるほどね。不気味なオリ君バージョンの手前にあるのもう全然いいですよあれがそうだね。そうだから、もともとがさ、そこで始まってるサマーオブラブっていうのはフリーシングルで上げちゃったから、上げちゃうからね。パワーステーション。明治通りを横切ってったら、あれ上げちゃったんだから、上げちゃった曲の方がいいってみんな言ってんだよ、うん、そうだね、上げちゃうから。上げちゃいすぎなんだよ。でも変なの上げてもしょうがないもん。まあね、ヒートウェーブだって上げちゃったから、それがみんな盛り上がるっつうんだから、困ったもんね。まあ盛り上がんねえよ、サラダもらったものが。やっぱりそういうもんお互いにそういうもん、そういうもんだね。そういうことかよ。まあそういうね、お叱りインタビューも。なるほど、はい、そういえばさ、孝太郎君さ、うん、あの古くなるとほら歯も悪くなるじゃないですか。そうね。この前さ、うん、あのフジパシフィック音楽出版でさ、うん、ああいうところってさ、なんかいろんなこう、なんていうの、ロビーみたいなところでさ、うん、レクチャーがあるんだよね。こうで、サンスターの人が来てさ、うん、あの歯の磨き方をなんかこう、これからやりますっていうの、うん、でも大体みんな仕事してる最中だからさ、はいはいはい、集まんないじゃない。まあね、うん、これで、なんだろう、総務の人とかさ、うん、そういうところの人が来るんだけど、それでも集まんないでしょ、うん、で、加藤さん出てくださいって言うんだよ、はいはい、で、って言ったら、作家も歯が命って言われてさで、わかりましたよっつって出て、で、いきなりさ、孝太郎君さ、うん、2つのさ、口元のさ、こうニーって笑ったところのさ、うん、歯を映されるんだよ、うん、で、一つは、うん、明らかもうアイドルもビビるぐらい、うん、すごいいい鼻並びで真っ白なの、うん、で、もう一つがもう死んだらやりすぎでしょっていうぐらい、うん、もうボロボロの歯がさ、うん、映んだよ、うん、そのサンスター人がみんなにこう言ったの、うん、どちらの方ね、うん、写真で微笑みかけられたら嬉しいですかってそりゃもうこっちに決まってんじゃん歯並びようにって思って、うん、そこからスタートしてさ、うん、いろいろ液体歯磨きのところとかいろいろあるじゃない、うん、で、その磨き方からさ、うん、歯ブラシの使い方とか、うん、まあ教えてくれて、うんうんうん、で、最後に質問ありませんかって言うんだよ、うん、うわ、ここで質問とか難しいよなって言ったら、そういう時積極的な人いるでしょ。いる。で、わーって手挙げた人がさ、あの電動歯ブラシを使ってるんですよってわけ、うん、で電動歯ブラシ使ってるんですけど、うん、あれは電動で動いてるから、うん、手は動かした方がいいんですか、うん、それとももう、うん、当てるだけでいいんですか、うん、みたいな、うん、だからもう待ってましたって山川に、うん、あれはもう電動で歯ブラシが動いてますから、うん、添えるだけにしてくださいつって、うん、もう解決したんですよね、うんうん、ここでも使ってるでしょ。使ってる。添えてるじゃんと。もちろんグーってやったらやるわけないじゃん。あ、まあ、そういうもんなんだ、うん、俺電動だけでやっちゃうんだよね。だからそうなんだ、やっぱりこうサンスターの人が言うんじゃ本当なんだって言って、うん、他にありませんかって言うから、うん、
誰ももうないんです質問が、うん、ないじゃん、うん、したら加藤さん何かありませんかみたいな感じだと、うん、俺ってなったわけ、うんうん、で俺さ孝太郎君さあれが大好きなんだよリステリン、はいはいはい、でリステリンの今ほらノンアルコールって全然染みないやんあの知ってる、うん、これでもやってないよ俺はあのあっちモンダミンなんですよモンダミンは痛くないでしょ若干痛いよで若干でしょ、うん、リステリンの、ね、リステリンのオリジナルってやつやったことある、うんうん、ないないやっいややだよ悪そうだもん口がね大爆発するよ歯に悪そうだもんもう痛くて痛くてしょうがないから、うん、今30秒我慢しなきゃいけないって書いてあるの、うんうん、もうそれがさしかもほら開けたて、うん、炭酸と一緒ですよ、うん、コーラと、うんうんはい、開けたて強いでしょ、うん、あの開けたてのオリジナルの痛さっつったらねあそうもう半端ないから、うん、でもこんだけ我慢してんだから絶対、うん効能があるでしょと思ったわけ、うん、だこれは質問しようと思って、うん、その刺激性と非刺激性のマウスウォッシュあるけど、うん、当然痛いの我慢してるんですからこっちの方が効能があるんですよねってサンスさんの人に聞いたら、うんうん、一緒ですって言ったって思って一緒なんだって思って、うん、でほぼほぼ気休めなんだしかもあまあそうだろうねマウスウォッシュなんてフロスとかの方がよっぽどいいんだそりゃそうだよ、うんって言われて終わったんだよ、うん、で終わったのは良かったんだけどその時にそれを企画した総務の人が俺のとこに来てこう言ったの、うん、他社製品の質問はやめてくださいってだったら俺に振るなよとか思ったよねえ分かんないよサンスターのマウスウォッシュなんてなんていう名前で出てんだかさそうねまあだからねその俺ずっとリステリンマニアだったから、うん、本当若い頃からその痛いの我慢して、うん、痛いの損だったね損だねやらない方がいいんだな最近見ないもんねリステリンのコマーシャルとかリステリン見ないね聞かないんだよ多分いやそんなことないいやだからさっぱりするじゃんでもなんかご飯食ったらそうさっぱりするさっぱりするだからそういう、そういう気分的なものでしょそうそうそうジンタンと一緒でしょこれ一緒じゃん、うん液体人体だよ液体人体だよねほんとさあの痛さ我慢してたさ何十年間俺何だったんだろうと思ってそのなんつうのさっぱりしたっていうかさ、うん、効いた気になるっていうのが売りなんだよそれでいいのいいのだってさ強いから効いてんだって思うことが大事なんだよまあね、うん、でも実際効いてないんだよそういいんだよさなんでサウナの後の水風呂と一緒だよあ効いた気になるのあれはさっぱりして気になるだけで心臓に対する負担がものすごいめっちゃ悪いんでしょよくね、俺医者に絶対やめてくれって言われたもんああそっか急激なこうなんだろう体温差みたいなのが出ちゃって、ね、あれ本当に心臓に悪いからああの純ちゃんのことでさお医者さんいたじゃんいた偉いおじいさん小田さん絶対やめてくださいって言われた体も悪いんだよねあっちゅうくだったさただやっぱりさっぱりするじゃんキュッてしまってくれるんだねそうかリフレッシュだ、うん、そういうもんなんだそういう日もあるよね俺も家にいるときとか1時間に1回ぐらい顔洗うもんねさっぱりするさっぱりするねプチ風呂上がりな気分なるほどプチ風呂上がりがいつも行く、うん、いいね、うん、リステリンも同じか、うん、夏なんかその分シャワー浴びたからねあ何回もってこと、うん、1時間に1回だからすごいね南国の人みたいな気持ちいいよでまたリフレッシュそうすごいなそうなんだよなそんなことがありましたよ、ご意見をお聞かせください死んだ飼い猫をクローン技術で再生するという考えには反対でしたが、うん、この夏、猫が死んで考えがブレブレになりましたうわ加藤さん小太郎さんはペットのクローン再生についてどうお考えでしょうか、うん、ご意見を聞かせていただけないでしょうか、はあ、クローンで再生ってことは何細胞を使って DNA を使って、うん本当にそのだから孝太郎君がこの孝太郎古市孝太郎がもう一人作れちゃうわけですよ技術的にはなるほど技術的にはねだからほらよく、うん、ペットが死んだら、うん、もうその子と全く同じになるからさ、うんはいはいまあ、経験はしてないからあれだから形、はい、姿形がね、うん、どうなんだろうね例えばペットは例えば孝太郎君がさ飼っててさ、うん今まで飼ってた、うん、もう好きで好きでたまらない飼ったペットがさ、うん、
死んじゃうじゃん。死んだね。ハムスターとか2年で死んじゃったったの、うん、猫もね、うん、猫もね、うん、それもう一回飼いたいってさ、うん、思ったりする。そこが一番の要だと思う。いや、同じものって、同じものと呼ぶ。同じものでも俺は同じに感じられないと思うね。ああ、そういうことだよね、うん、俺もそう思うんだよ。やっぱりその命っていうものの意味が分かってると、うん、そういうもんじゃないからね。多分さ、その一緒に過ごした時間っていうさ、その経験みたいなものがあったからこその、うん、そこまでこう好きになるわけじゃん。いや、だからさ、クローンを作るんだったら、うん、自分のその思い出とか記憶を大事にした方がいいよ、うん、ああ、なるほどね、うん、だから同じ形のものをもう一回手に入れたとしたって、うんうん、そこには過ごした時間がないからね。そう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 、最初の10分ぐらいは感激するだろうけどさ、うんうん、そうだよね、帰ってきたって言ってね、うん、やっぱ違うってすぐ気づいちゃう。でも接してる間に、うん、そうだよね、うん、いや俺もねそう思うんだよ、うん、その過ごしてきた時間こそが大事で、うん、肉体は滅びるじゃないですか。そうなんですよ、戻したってね、しょうがない、同じものが戻ってくるわけじゃない、うん、ね、そうなんですよ、うまくできてますよ。だから今を生きなきゃいけない。そういうことですね。そういうことは反対ということですね。我々は反対何でもかんでもね、取り返しつくようなもんじゃないんだよ。そりゃそうだ、人生っていうのは。そりゃそうだ、シャブやったら5回やって6回で捕まるんだからね、小田君ね。そうだよ反省できないし取り返しつかないんだよね。もうでも一番面白いことがあれだよね、外国のさ、うん、俺たちロックが好きだからさ、うん、いろんな著名なロックアーティストとのさ、うん、ヒストリーを読んでたりするとさ、うん、必ずさ薬中だったりさ、うん、例えばアルコール中毒になったりクラフトとかもそうだけど、うんうん、必ずなんか普通にも なってるよね、戻ってくるよね。そうだね、もうあれが不思議なの。体強いんじゃないの。体が強いのかな。本当にそのアルコール分解酵素がほら白人はね、東洋人の2倍あるとかって言うじゃない。だってそれは見てる限りそうとしか思えないもんね。ね、だからそこが不思議。ただクラフトはやっぱコカインやってる頃の記憶ないですよね。あ、そうなんだ。でもなんかこうなんだろうね、ちゃんと普通になってくる連中が多い気がするよ。なるね、うん、まあそのロックスターしか知らないけど、うん、なんか施設とか入ってね、依存症とか治して普通にやってくるじゃん。エルトン・ジョンのあれ、そうだよ、映画の最初の。そうそうそう、エルトン・ジョンもそう。エルトン・ジョンもそう、アルチューだ。エルトン・ジョンもアルチューだし、いろんな薬物依存のあれだし、うん、それでなんかリハビリ施設みたいなところで、あ、まあ、だから大体その著名なミュージシャンやってるんですよ。ジミー・ペイジが？ジミー・ペイジ、いや、やってんじゃないかな。ジミー・ペイジとかジェフ・ベックあんま聞かないな。あ、確かにね。リッチーと確かにね、うん、俺イーグルスがシャブ中だったら好きになるね、もっとマジで。そうね、うん、だってみんななんかロック映画見てたってさ、うん、必ずそういうアルコールとドラッグでランチキ騒ぎな感じになるじゃない。ストーンズなんかでもほんとよくあんな綺麗になったよね、うん、だからさ、そういうところがさ、まあね、そういう連中ばっかりじゃないんだと思うけど、うん、なんかちょっと日本のそういう芸能の感じとちょっと違うなっていつも思うんだよね。そうね、うん、なんとなく。そっか、まあとにかく体に悪そうとかやめた方がいいよね。金かかりそうだもん、うん、金もかかるし。こんにちは、こんばんは、うん、ピー歴1年の新人です、うん。池袋24時のことは彼氏から教えてもらいましたが、うん、正直最初は話す内容が聞き取れずついていけませんでした。しかしハマるとあっという間、うん、水曜が1週間の起点になるほど、うん、2人のよもやま話が楽しみになり、とうとう先月の大阪ライブも参戦しました。おがその教えてくれた彼が突然音信不通に、うん、原因は不明です。池24の話題や真似もよくしていた私たち、うん、彼と電話で最後に交わした言葉を思い返してみると、うん、それは Do the download、それが最後の言葉なの。言い出した彼の方には何か深い意味が含まれてたんでしょうか。なるほど、ずっと仲良く過ごしてたし、とても好きだっただけに突然連絡が取れなくなり、ショックもあるし、安否が気になり、もやもやな毎日を過ごしています。なるほどね、私のことが嫌になっただけかもですが、元気でいてくれたらと思います、はい、とまあ悲しい出来事が起きたわけですが、うん、
池袋24時は今も私の心の支えになっており、感謝の意味も込めてメールさせていただきました。なるほど。どうもどうも、オープニングの声の安心感、そして2人の取り留めのない話にニヤニヤ、孝太郎さんのバッサリとした返し、リーダーのキキキキキという笑い声に全てが包まれました。これどうしたんだろう、どうしたんだろう、彼氏消えちゃったってよ。Do the download って言い残して消えるって、これすごいよ。これ Do the download ってまあさ、そうだな、なんかさ、その深い返しも面倒くさいので、そのなんつうの、たわいもない感じで返したって言葉あるよね。お茶を濁したってやつよ。あ、そんな意味がないってこと。なんつうんだろう、意味あるように電話を終えたくなかったんだろうね。でも最後に Do the download っていう、それは結果最後になったけど、な、誰かに銃でもとかで つけられてたんじゃないの、電話してたら。それで言わねえよ。いや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 女できたね。女 か一番最初に孝太郎君さん、すごい意味深だなと思うんだよ。最後に Do the download って言うってことは、いや、それはね、LINE でスタンプで終わるようなもんだと思うよ。そんな、そんなに軽いの、お休みみたいなもんだよ。そんな軽いの、そんな軽いんだ。二人の間で、そういうな感じの軽いキャッチボール、軽いキャッチボールです。そうなんだ。でもいなくなっちゃうからね。ねえ、悲しくて聞けなかった時期もありましたが、P、復活です。月日が経ってんのね。なるほど。じゃあこれもう復活はないね。ないな。じゃあ人生なくてミリオンクロスロードロックですね。いつまでも池24が続くことを願って、これからも引き続き水曜を楽しみにしてます。はい、ちびまる小倉さん、いいじゃん、もう過ぎた男のことなんて忘れちゃう。でも突然消えられたらやっぱ気になるよ。まあ、気になるけどさ、いいじゃん、去るもの追わずで。でもこのさ、ポッドキャスト聞いてる可能性あるよね。あるね。消えた友人は、だから何か友人に伝えたいメッセージがあったら俺たちにメールすりゃいいよ。うん、それ間接的にね、伝わるもん、ね。このさ、なんか無的な消え方やめてほしいよね。無的、無的で。まあまあまあ、わかるわかるわかる。バミューダみたいなさ、消え方。バミューダトライアングみたいな。スーッと消えるっていうの。突然こてるくん、俺がさ、ダウンロードっつってさ、次の日からリハとか来なくなっちゃったらどうすんの。北朝鮮部かな。そっち、そっちかい。こんにちは、 P ネーム青い335の男です。 P 歴10年、ローリーさんがやられていた光テレビのロックの学園軽音部にリーダーが出演されていた回を見てコレクターと知り、おライバー25周年や30周年武道館のリーダーを制しました。さて本題です。はい、10月9日更新のウハウハコレクターズの巻で話されていた今までもらった印象に残るプレゼントの話で、5年ほど前に働いていたお茶の水の楽器店であったことを思い出しました。僕が働いていたアコギのフロアに女性2人組がやってきて、プラッと一周し、何か簡単な確認をした後、思想もせずこれくださいと購入。はい、それは現行ギブソンの SJ200 でした。 SJ200、 アコギの中でも比較的大型のボディを持つそのギターをチョイスするとは、なかなか気合が入った人だなと思いながら会議を済ませた後に、ここに送ってくださいと指示、まあ、住所、はい、住所ね、はいはいはい。そこに書かれていたのは〇〇事務所という芸能事務所っぽいオフィサーで、送り先の人の名前もどこか芸名のような名前。後から調べたところ、詳細は失念してしまいましたが、とある元アイドル、現在はダンディな舞台を中心に活躍されているような方でした。SJ200 といえば余裕で20万を超える値段がするギター、熱心なファンは気合いの入り方がすごいなと思ったのです。なるほどね。お二人は今までもらったプレゼントの中で最も高額なものは何ですか。なるほど。今までもらったプレゼント一番高額なものは、ファンから、ファンからでしょ。まあ、だってファンしかくれないでしょ。いやでも50の時ほら友達からさ、何もみんなでお金出してくれて、それを J200 もらってる。あ、そうなんだ。それいくらぐらい大体。30万ぐらいしたんじゃない。30万か。そうなんだ。俺は靴下しかもらってないよ。靴下、まあ靴下実際まだよくもらうね。もらう、もうほんと靴下大事になっちゃってさ、
靴下もらうね。もうフレッド・ペリーとポール・スミスの靴下だらけだよ。俺もフレッド・ペリーの靴下はね、かなり持ってますね。持ってるでしょ。もう本当靴下が始められるぐらい。孝太郎君って足大きいの？もうちっちゃいよ、昔の人間だから。でも28ぐらいあるじゃん、やっぱり。ああ、まあそれぐらいか。じゃあ30はないんだね、うん、俺も 27.5 だよ。身長の割にはちっちゃい。昔はね、うん、そうかそうか、履く靴がなかったもんね、でかいと。今の子大きいよね。大きいね。女の子でも25とか普通でいるじゃん、うんうん、ね、食い物が違うんだよ。やっぱ食べ物のせいだよね。ほんと足がちっちゃいんだよ。青っ端のやつでいないんだから。そう、いるわけねえだ、まず。今の子ピロリでいないの？ノーピロリだろ。ノーピロリ、あれはそうだよ。最高だな、ノーピロリ。これリーダーピロリいなかったらすごいよね。大ニュースだね。大ニュースだね。ノーピロリって T シャツ作るよ俺。あ、本当だよ。ピザ麺あたりが発表できるかもしれないね。ピロリできるね。ピロリ、ピロリ。だっていいコーラスパートナー、ピロリピロリ。あ、じゃあ本当にちょっと曲作るよ。本当マジ歌ってピロリピロリってピャッピャッピャララって言うから俺。ね、歌ってくれる本当に。歌えるね。本当歌ってくんの？メロディー覚えやすかったらね。いや覚えやすいよ。もう。前半はあれだもん、これが出だしはやって考えた、うん、昭和生まれの君たちにって小田君が言ってくれるんですよ、うん、一つ言いたいことがピロリ君だよね、うん、何でピロリ写真見てんだよ。可愛いなと思う、これ可愛いじゃん。これ俺 T シャツ作ろうよ。作りたいんだよ、ピロリ君って。ピロリ君でもピロリの人に怒られそうなんだよな。な、怒られないよ。あれよ、井戸水飲んで揚げパン食べてたよ、小田ピロリに関するとこうなる。聞いてんのこれ。ピロリに関するとこういう感じなの。うわ、怖い。リーダーの中ですよ、これ。怖ねえ、怖いね。めっちゃ怖い。だから一刻も早く見てほしい。なるほど。これ松本くん、あれ、間に合うのピロリの T シャツ。ピロピロ何の間に合うけど。じゃあ、アルベに。買うかな。買うよね、これ多分ね。買わないよ。買わないよ。ピロリキーホルダーとかだったら買うかもしれないけど。なるほど、キーホルシだね。そうか、 T シャツはちょっとピロリは。そうだね。ピロリいますってね。じゃあこれでも、もし俺ピロリノーピロリだったらさ、ビザール面でノーピロリライブどっかでやってね。うん、いいよ。何何そこあれなの。いやだって3月までこれ来たらツアーだもん。いや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 、そんなキンキンじゃなくていいよ。ノーピロリだった。北君なんかピロリじゃない、あいつ。北君いそうだよね。あれ間違いなくピロリだよ。だって小学校の時からずっと下痢だったんだもん、うんうん、ずっと胃が痛いって胃が痛いっすね。あ、モビーと北君もやってほしいね。うん、絶対モビーはピロリいないね。いないうまいし。北君あれピロリだな。ピロリだよね。妖精だね、あれ。あれもうピロリっぽいもんね。あいつピロリ人間ピロリだもん。人間ピロリピロリ人間、うん、ピロリ人間来たってことね。そうそうそう、昔今日ピロリ人間来たガス人間みたいな感じでね。そうそう、映画撮れるよね。ピロリ人間来たくん、ピロリキャラだな。ひどいね。ストロベリー ピロリフォーエバー、フォーエバー、ストロベリーピロリフォーエバー。池袋交差点24時。コレクターズはですね、はい、ヤングマンロックがサブスクに配信中なんですけど、うん、アイアスが上がってるんだよね。上がってる。だからまあサブスク聞いて、うん、まあ、アナログも買うと。そうだね。これはまあ正しいんですけどね、本来ね。そうだよね、うん、確かにそうだ。まあ今回はね、うん、アナログが出るからといってほらサイン会握手会みたいなのないからね。ね、うん、ここで試されるわけですよ。本当にサマーオブラブが良かったのかどうだったのか。いやこれでも、なんだろう、コレクターズ知らなかった人にもこう聞いてもらえるね。聞いてもらえるかな。ジャケットもいいしさ、アナログだしさ、うん、ちょっとそういうのやっぱ好きな人は感が利く人はなんか。なるほど、そういうことね。いきそうだけどね。なるほど、うん、ちょっと楽しみね。で、なんか地味ながらフェアがあるってね。おお、地味ながらなんて。地味ながら、まあ、でも地味だよ。それ新婦じゃないんだもん。まあでもいろいろガチャガチャがあったりとかですね、うん、T シャツ売ったり、 T シャツ売ったりとかね、あるみたいなので。唐揚げ売んないよ。唐揚げはね、あのフラワーカンパニーズのね、あのニワトリフェスティバルの方で。ニワトリフェスいいよね、その時売ればいいよ。やればいいじゃん。本当だよね。本当、リーダー唐揚げやれやじゃん。いや、すごいね。またそういうとこ、早いね。もう、考えも、うん、
もつかなかった、それピロリ菌の T シャツに変え、フラカンはそうやってないんだよ、フラカン弁当とか言ってね。そうだね、ほんとほんとそう思う。で面白いね、うん、レシピ考えなきゃ。もうそれは小田さんに任せる、食は日清製粉カラベコでいいんだよ。パンステーションで育ったバンドだもんね。カレー味でさ、カレー味でオッケーオッケー、何でもカレー味にすればごちそうだったもん俺らはね。そりゃそうだよ、カレー味おーカレー味かわってね、スパゲティがカレー味だったらちょっと特殊気味になってると思うんだよ、付け合わせのね。でもカレー味って言うだけで嬉しかったもんな。そうだよ、何だってもう嬉しいんだな。確かにブリティッシュ唐揚げ、誰か俊平に頼んでさ、出店してもらえばいいんだから唐揚げ。あ、そうだよね。もうね、パッケージは考えてあるんだけど。いいじゃん、うん、マジマジマジ、やっぱ売るか。売るんだよ、売ります。売り子やんの、なんで売り子すんの。俺が自ら売った方が売れるじゃん。なんでフラワーカンパニーのライブなのに。だからじゃん。もうあれはね、そのライブハウスがこうコンビニの油の匂いみたいにね、本当だよね、これ嫌な感じだよね、それあんま嬉しくないよね、それ面白いんだけど嬉しくない。換気の悪いね、コンビニだとちょっと臭いね。確かに。はい、それでコレクターズ、来年からですね、ロックンロールオフェンダーというツアーが全14本、1月25日の広島セカンドクラッチからスタートですね。はいはい、これ東京はないですね。東京はないです。はい、詳しくはですね、ザ・コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。できます。写真館、アーカイブもこちらからどうぞ。はい。毎週水曜日更新。P メールは bukuro24@gmail.com。こちらがお待ちしております。はい。それではまた来週お会いしましょう。Do the download! Do the download!